大丈夫ですか。ここですね。お腹の横ですね。こうむっちゃ出ましたよ。ここキュッと出て、4センチダウンですね。これやばくないですか。やばい。ハリケーデンからこんにちは、美容ハリキッカー上田です。最近僕ですね、はい、ちょっと下腹部が気になって、もう人生最大のデブになって、もうやばいんですよ。出てないですよね。いやもう本当脱いだらもうとんでもないですよ。脱いだら単なるおっさんです。今ちょっとファスティングを始めまして、はい、ファスティングするとですね、結構シュッとするんですね。体が軽くなります。まあ、僕はあんまり1週間とかやらない、3日ファスティングして3日で回復させて、7日目から普通に戻す感じです。ふうさん、下腹部とか気になったりとかあります？下腹部気になりますね。細いじゃないですか。と思われるじゃないですか。はい、でも、お腹、下腹部だけ出てると思います。ああ、ポッコリな感じですね。自分の体の中でそこだけに肉がついてるなっていう感じがします。これ、ファスティングしなくてもリンパ流すと結構いけるんですけど、その後に、針ですよ。流しの針しの流しのですね、リンパ流しハンバーガーです。リンパ流し針リンパです。取ります。ちょっと刺激的ですけど。でもこれキュッと締まるんですよ。はい、それではゴー。まずちょっと動き見てみたいんですけども、手を合わせてもらって、で右左ゆっくり回してみてください。だいぶ硬いですね。お腹周り痩せさせるには帯脈っていうですね、経絡を流すのが大事で、10円ついちゃうので結構シュッとします。帯脈を動かすのは左足の足輪球っていうのを使います。で、4個目と5個目の指こう触っていく。ここに筋があるので、この筋を越えた後に10円を貼ってください。手首を曲げて線が出るところ、指2本ぐらいのところですね、外観っていうのがあるので、そこに1円を貼ります。はい、飛び込んでいくじゃないですか、はい、そうするとひねりが良くなってくるので、これ体幹のトレーニングとかね、するときとか結構締まりが良くなります。ぜひやってみてください。それでは GO。 これから施術ですけど、ちょっとですね、どれくらいか測ってみましょう。一番細いところでまずこと思います。 62.5 ぐらいですね。 62.5 へそまで、およそは70ですね。じゃあですね、最初下腹部のリンパを流して、リンパ流しアキュパンクチュア、リンパ流し針ですね、やっていきたいと思いますけども、針する前ですね、吸い玉をします。何でもなんですか。痛いかなと思って。痛くはないです。痛くないですか。はい、ちょっと痛いだけ。ちょっと痛い、はい。この脇流すの結構大事なの、この鼠径リンパとですね、この辺の中心部にリンパが入りますので、こういうところですね、流していくと。まあ、セルフケアですね、こうやって、こういうふうに流すのと、こういうふうに流すのね、こうと、こういう感じ、こうと、こういう感じ、自分でね、やられてみるといいかなと思います。ということで、やっていきます。オイルない方は結構刺激がいいですけど、どっちにしますか。いや、オイルありで。オイルありありで、ここ流してもいいですか。痩せそうでしょ。痩せそうですね。はい、ではこれできます。え、嘘です。でかすぎる。流してきます。これはこれはこれはどうですか。肉の大移動が大移動して、リンパを流しの脂肪を移動させるのですよ。これですね、広く部ですね、これ。大丈夫ですか。痛い感じですか。スライドが、これがね、つねられてるの感じです。つねられてますね。鼠径部、鼠径リンパ流さないとですね、無理です。無理ですか。いろんなところに動いてる。ここですね。ここから持ってきます。これを暴いて出ましたけど。この横こっちから持ってこなきゃいけないんですよ、ね。大丈夫ですか。
こうめっちゃ出ましたよ。ここキュッと出て、ここは寸胴ですね。これやばいですね。ストレートですね。首で作りましょう。首で作るの大変ですね。組みできましたね。そうですか。サイズ同じになってきた。はい。ああもうね流しやすいすごく。さっきのこの痛み消えてます。あ、消えてますね。ゴリゴリしたのないんです。すごい。そして帯脈を動かす経絡をして、そしてお腹の激しくブンブンと締めます。でまずですねお腹の経絡を整える帯脈っていうツボが大事なので、足ミンって言ってるね。には欠かせないのやはりこれですね。リコさん。あ、こうか。はい。でも筋肉ねえなんで、はい、お腹の奥には入れないんでですね。まず腹直筋、腹横筋から腹直筋狙いですね。ああ、ズンってきますね。はい。あ、これですね。すごいことになってますね。え、すごいこと？はい。筋肉緩めないとリンパ流れ良くならないです。緩めます。ちょっと響きます。ああ、これですね。ああ。はい、OK です。お腹の横ですね。その辺初めてですよね。え？針するの初めてだな。お腹、そうですね。はい。え？EMS とかもありますね。やっぱり直接筋肉を刺激できる針はやっぱり適面ですね。はい。ちょっと勉強書きます。こうパーティーになるかもしれないですね。はい。電気で。ぐるぐるです。別に痛くないのでこれ大丈夫です。筋肉がキューって締まる感じです。リンパ流して脂肪ですね流れやすくして筋肉で引き締める燃やすと合わせ技です。感じますギューって。ではこれは10分ほど刺激します。では10分経ちましたので針を取っていきます。刺激激しかったですか？ピク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 お腹が動いてました。ここもだいぶ楽じゃないですか？楽ですね。ちょっとここね、首でチェックしてください。はい、楽です。ゆっくり息吸って、吐くときに胸上げたままにしてください。頑張って、はい、でゆっくり息吸います。で吐きます。下げず、はい、もう一回吸って、で吐きます。 OK。 もうさらに出ました。触ってみてください。あ、本当だ、すごい。で僕の方向いてチェックしてみてください。ゆっくり息吸って、で吐くときそのまま、はい、吸います。これ、ね、動画で見えやすいようにこうね巻き出してますけど、普段は着物着たままやりますけどね。じゃあチェックしてみて。おお、くびれてます。いいですね。はい。じゃあこのうつ伏せになって、こっち側からこう戻してみましょう。はい。こっち。はい。はい。こっち。はい。はい。今度はゆっくり息吸って息を吐くんですけど、お尻締めたままにします。はい。いいですか。お尻キュッと締めて。はい。頑張ってゆっくり息吸って。吐きます。締めたわ。オッケー。ではチェックしてみましょう。はい、では、ひねりをしてみましょう。
めちゃめちゃひねります。めっちゃ行きます。おお。おお。バッチリですね。動きました。まず一番細い部分ですね。お、60.5 ぐらいかな。2cm。 60.5 いきました。動けそう。ちょっとやばくないこれ。70だったんですけど、4cm ダウンですね。お、66です。やば。これやばくないですか。やばい。流れます。うん、すごい。すげえ。こちら。あ、乗った甲斐がある。はい、ということでエンディングです。めっちゃ細くなりましたね。見せました。リンパでバン流れましたね。はい。ウエスト周りとかですね、こう代謝ダウンしてですね、ちょっとリンパ流したりとかですね、ちょっとダイエットしたいという方もですね、ウエスト流しっていうのもありますので、ぜひですね、ご相談いただけると思います。リコさんの痩せるやつやってほしい対応をしますので、まあ、水玉とですね、針と合わせたコースになりますのでね。ちなみにはですね、横浜元町と銀座の方にありますので、概要欄の LINE からお問い合わせいただければと思います。他にもですね、施術の動画ですとか、セルフケアの動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。また、LINE が新しくなりましたので、ね、ぜひ LINE のフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価の方で応援よろしくお願いします。何万回腹筋するぐらいですね。いや、もう、腹筋できないですね。マックス何回ぐらい？10回できたらすごいですね。え、すごいんですか？すごい。動画見てる方、3回ぐらいだと期待してると思うんですけど、後でやってもらいますか？マジで？やめそう。言わなきゃ。完全にエンディングですからね。オフショットが。オフショット。